안녕하세요. 皆さんと一緒に楽しく勉強するイキデルです。今回ですね、皆さんと言えよ、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 言えよについて勉強していきたいと思います。今回の勉強をちゃんとすると、友達の紹介や自分の紹介ができますね。今まで皆さんが、입니다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 、それを勉強したと思っているんですが、言えよ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 を勉強すると、これをもっと気楽に会話ができると思います。これはですね、言えよ、言えよと、입니다、何が違いますかという友達さんがいると思っているんですが、言えよ、言えよと、입니다の違いは、입니다は格式体、言えよ、言えよは非格式体ですね。それで、言えよ、言えよは友達と気楽に会話をするときに使えるそういう中日語ですね。じゃあ会話をやってみましょうか。안녕하세요저는이키테르예요안녕하세요저는이키테르예요저는 BTS 예요저는 TWICE 예요저는동방신기예요저는세븐틴이에요자皆さん分かりますか言葉の最後に言えよ言えよだけつけたらこの簡単の会話がなりますね。言えよ言えよは簡単に説明すると言えよは最後の語尾の前に받침がある場合言えよは받침がない場合その時使いますね。じゃあ練習またしましょうか。안녕하세요전이키테르예요안녕하세요전 BTS 예요안녕하세요전배용준이에요자ここで저는って書いてあるんですけれども저는は早めにシュッと言うと전전전전전전이기てる예요こう縮約がなりますね。それがシュッとなることがあるのでこれをちゃんと覚えてください。じゃあもう一回練習してみましょうか。이건뭐예요이건가방이에요이건뭐예요이건모자예요이건뭐예요이건커피예요이건뭐예요이건운동화예요이사람은누구예요이사람은우리선생님이에요이사람은누구예요이사람은할머니예요이사람은누구예요이사람은가수예요이사람은누구예요우리가족이에요자わかりますか인터네션によって주어術形と疑問形になりますね。質問するときに인터네션が若干上に上がりますね。이건뭐예요이사람은누구예요こういうことで이에요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 になりますね。자今日もお疲れ様でした。皆さんとまた会いましょう。ポリッ